何してんの？ねえ、何してんの？ねえ、後ろから撃ってくれたりとかするんじゃなかったら今。何してんの？生活サバイバルしてんじゃん、ここで。サバイバルしてんじゃん。大丈夫だ、おっそ。問題なし。大丈夫だったか問題なし。そう、ヨルミナティとはまあ麻酔薬もうあげるか。もう思考のライフルあげるよ。もうなんかヨルミナティとはね、お前が死ぬかもと言うからいつでもこらいつでも殺せるようにありがとう。これはこれはさっき洞窟で渡した。わー、その後衝撃のニュースが。本間ひまわりが何者かに爆発される事件がありました。こちらですね。ちょっとすごい、こちらすごいお写真になってますね。これはすごいでしょ。まっすぐになって死んでますね、これ。これ、誰が殺したのかはわからない。これね、突然の爆風で、もう、本間ひまわりが死亡したというのが、もうこれ、島中に響き渡りましたね、これは。なんと、今まで本間ひまわりは、誰にも殺されたことがなかったとのことです。本間ひまわりが殺害されるのは、今回は初めてだったんですね。これはまさか、世の本間ひまわりに対する宣戦布告なのか。犯人は見つかっておりません。なお、本間ひまわりもこの件については、黙秘しているようですよ。しかし、ただ黙秘して終わるだけの彼女ではない、そうありません。続報を待ちましょう。